ました。ありがとうございます。それでは大阪杯の優勝ジョッキーインタビューです。今年の大阪杯を制しましたジャック東郷の武井隆です。おめでとうございます。どうもありがとうございます。たくさんのおめでとうがファンの皆さんから飛んできました。今のお気持ち聞かせてください。スタートからレース振り返っていただきたいんですが、はい、どんなプラン、あるいはどんなイメージでスタートされたんでしょうか。そうですね、スタートいいスタート切れればまず第一ランクとしては家の本店を行きたいと思ってました。今日のスタートはどうですか。いいスタート切ってくれて、まずはそこでよし気持ちになりました。スタート前どのあたりでも行くっていうふうに決められたんでしょうか。そうですね、無理に無理やり行かなくてもある程度スピードのある馬なので、そこは行き過ぎないようにという気持ちの方が強かったです。前半 1000m 58秒9というペースでした。乗っていた豊さん自身はどんなふうな印象だったんでしょうか。そうですね、もし先手取れれば今日のバブル状態なら59秒ぐらいで 1000m 入りたいなと思ったので、大体それ前後かなという気持ちでありました。道中はいい感じだという手応えだったんですか。はい、そうですね、馬の方がね、状態いいこともあって、ちょっと元気良すぎたんですけど、なんとか理解してくれて、我慢してくれて、そうですね、落ち着いて走ってくれました。直線に向かいましたが、その日も先頭でしたが、後続など足音が聞こえたりとか、どんな心境だったんでしょうか。そうですね、今日ちょっとレース前から風が強くなってたので、直線特に向かい風だったので、馬としてはしんどかったと思うんですけど、それはもう各馬同じ条件なので、力のある馬なので、なんとか我慢してくれという感じで、ね、思ってました。最後は際どい勝負になりましたね。そうですね、なんとかゴールした瞬間は残れたかなという感触はありました。最後勝った瞬間はどんな気持ちだったんですか。勝ったら勝ち点をもっと帰ってきて、2つ目半で出てからなんですけど、まずはいいレースできたなという思いで、帰ってきました。ジャック・ロールにとっても、そしてオーナーにとっても初めての G1 制覇ということになりました。まずいかがでしょうか。そうですね、力のある馬で、前回の香港から乗せてもらうことになって、その香港で結果を出せなかったので、もう乗れないのかなと思ってたところ、またこうやってチャンスもらえたことがすごく嬉しかったので、それが大きかったし、僕の中ではもうなんとか結果を出さなきゃいけないという気持ちが強かったです。そして武豊騎手自身としては最年長 G1 制覇、54歳0ヶ月19日での最年長 G1 記録です。頑張ります。そしてファンの多い、そして武さんも本当にファンの多いジョッキーでいらっしゃいます。今日の日を待ち焦がれていたファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、本当に多くの方に応援してもらって、今回のこのジャック・ドールとのコンビも、本当に非常に多くの方が期待してくれてたので、なんとかそれに応えることができて、本当に本当に今日は嬉しいです。おめでとうございました。ありがとうございました。Oh, my God.